ランドルフ・エムネッセランドルフ・エムネッセは、アメリカ合衆国の医師、進化生物学者。進化心理学、進化医学の研究で知られ、また、感情の進化論的起源や、自然選択が気分の形成に果たす役割についての研究でも、知られている。ネッセは、ミシガン大学医学校を卒業し、ミシガン大学、アナーバー校の心理学教授と大学医学校の、 精神医学教授を兼任した。ミシガン大学の進化と人間適応に関するプログラムの代表者も務めた。2014年からはアリゾナ州立大学に移り、生命科学の教授を務める傍ら進化、医学センターの創設理事長に就任している。ネッセはジョージ・クリストファー・ウィリアムズとホワイ・ウィー・ゲット・シックを強調している。ネッセは 人間の希望や絶望についての考察の中で困難な状況の経験とそれに耐える力についてこれを免疫の働きに例える苦労の免疫理論を唱えた。山田正宏は2004年の著書希望格差社会の中で熱瀬の議論を社会に出る前に小さな苦労に出会いその苦労が報われるという経験をしておくと苦労に対する免疫ができ 社会に出てからも大きな苦労に対し希望を持って対処することができるということと紹介し、現代日本が若者が希望を持ちにくいとする主張の根拠の一つとした。ありがとうございます。